どうもこんにちは。今回は欧州で間もなく発売されるフォルクスワーゲンから発売される待望の電気自動車 ID3 について、電気自動車ユーザーの視点から電気自動車としてどれほどの質に仕上げてきているのか、また既存の競合車種とも比較して、この ID3 は自動車市場にどれほどのインパクトを残すことができるのかについて詳しく解説していきたいと思います。ちなみにこの ID3 に関して日本での発売計画は2022年を予定しているそうですので、日本にお住まいの方もぜひご覧になっていただきたいです。まずフォルクスワーゲンは今までにも e ゴルフというゴルフの電気自動車バージョンや e アップという小型電気自動車をすでに発売してきましたが、こちらは既存の内燃機関車のプラットフォームを利用したものでした。しかしながら今回の ID3 に関してはフォルクスワーゲングループが長い期間をかけて開発した MEB と呼ばれる電気自動車専用のプラットフォームを初めて採用し、電気自動車としての効率性を最大限高めつつ、しかもこの MEB プラットフォームは続いて発売される ID4 など他の EV の車種にも流用することが可能ですので、長期的にも開発コストを抑制することが可能となっています。この MEB プラットフォームに関してはまだ詳細な情報が発表されていませんが、少しマニアックな説明として一つ大きなポイントが、バッテリーのモジュールの数を同じ車種でも変えることができるという点です。モジュールとは電池を構成する単位のことですが、こちらの数を変更することにより搭載バッテリー容量の種類を増やすことができる。つまりユーザーは自らの用途に合ったバッテリーサイズを選択することができるようになるということです。実際今回の ID3 もバッテリーサイズを3種類から選択可能となっています。ちなみに ID3 の名前の由来ですが、フォルクスワーゲンは今後発売する電気自動車に関しては ID を命名するとしていて、3とはビートル、ゴルフと続くフォルクスワーゲンの歴史の流れで3番目に重要なモデルになることから命名されたそうです。それではこの ID3 の特に電気自動車としてのスペックについて細かく見ていきたいと思います。まず先ほども述べたようにバッテリー容量によって3種類選択することが可能となっていますが、一番左のバッテリー容量が中間グレードのファーストエディションのモデルが来月から欧州で限定3万台発売されるモデルとなっています。ちなみにバッテリー容量のグロス値に関してですが、電気自動車におけるバッテリー容量で記載されている数値は主に2種類あり、グロス値とネット値が存在します。電気自動車においてバッテリーの安全性や寿命を高めるためにある一定程度の容量は使わずに温存しておくのですが、そのマージン分を全て含めた容量がグロス値で、このマージンを差し引き実際に使われる容量がネット値のことを指しています。このチャンネルに関してはバッテリー容量の総量を示すグロス値に統一しています。ですのでご自身でバッテリー容量と航続距離の関係性を表す電費を計算する際はこの点も考慮されることをお勧めします。このファーストエディションモデルと中間グレードであるプロモデルとの違いは、出力等をアップさせて0-100タイムも短縮させているという点、インテリアやエクステリアのカラーを全種類選択可能であるという点、またプロモデルには搭載されない様々な機能が標準で装備されているという点、そして急速充電にかかる費用が1年間無料になるという点です。このファーストエディションモデルはプロモデルと比較しても日本円で約80万円程度高額となりますが、このようないろいろな特典を鑑みると間違いなくお買い得であると考えられ、そのこともあってかこの3万台分はすでに完売しています。最上位モデルでもあるプロ S モデルのバッテリー容量は 82kWh で、高速道路を時速 100km でクーラーをつけても達成可能というような最も実用に近い基準である EPA サイクルにおいても約 489m を達成することが可能になっていますので、ほとんどの人にとってはストレスのない航続距離を達成できていると思います。充電時間に関しても中間グレードのプロモデルでも最高出力が 100kW 許容可能で、10から 80% 分の航続距離である260キロ分を約30分で充電することが可能になっています。
プロ S モデルであれば340キロ分の航続距離を35分以内に充電することも可能です。価格に関してですが、2021年中旬以降に追加されるベースモデルであるピュアモデルは日本円換算で約370万以下からとなっていて、ドイツではさらに4000ユーロの補助金も獲得できるので、実質320万以下から購入できるということになり、いよいよ内燃機関車と遜色のない価格設定が実現できていると思います。それではこの ID.3 と既存の競合車種でもある日産リーフ E プラスと、現在欧州で最も人気のある電気自動車であるルノーゾエと比較していきたいと思います。まず航続距離に関してですが、 EPA サイクルにおいても ID.3 がわずかにリードしています。そして燃費についてはルノーゾエには及ばないものの、現在 SUV の電気自動車が割合的に多いという中ではむしろ上位に入る数値を達成してはいます。次に充電出力に関してですが、こちらは ID.3 が 100kW もの出力を許容できるので、充電時間もかなり短縮することができています。 ID.3 は30分充電するだけで約 260km 分充電可能ですが、ルノーゾエに関しては同じ30分の充電でも約 160km 分しか充電できませんので、充電効率を考えると ID.3 の圧勝と言えるでしょう。また日産リーフ E プラスに関してはバッテリー温度管理機構が搭載されていないので、連続して充電すると期待した出力が得られないことがあるので、その点を考慮して比較しても圧倒しているということができるでしょう。バッテリー温度管理機構について詳しく知りたい方は以前の動画で説明していますので、そちらも合わせてご参照ください。価格に関しては ID.3 が比較的高額に感じられると思いますが、ベースモデルである他の2車種と比較しても、先ほど説明したように様々な機能や特典を得られるので、実質的には大きな差ではないのかなというのが個人的見解となります。充電インフラについて欧州に関しては公共の高出力な急速充電網がすでに一定程度整備されているので、3車種とも大差はないのかなという印象です。ただしフォルクスワーゲンに関しては独自に2025年までに3500箇所程度の充電器を主にディーラーを中心に整備するという計画を打ち出しているので、長期的にはインフラの恩恵を受けることもできるでしょう。以上の点から電気自動車としての完成度や実用性においては ID.3 が圧倒していると言えるのではないでしょうか。次に電気自動車としての完成度以外の魅力に関してですが、まず ID.3 に関して特筆すべきポイントとして無線アップデートが可能という点です。 ID.3 の販売責任者によると、インフォテイメント機能だけでなく将来のレベル3自動運転にもソフトウェアのアップデートのみで対応可能であるとしているので、かなり期待ができる点であると思います。ただしテスラのように走行性能に関わる例えば航続距離を向上させるなどについては確認することができませんでしたので、続報を待ちたいところです。また ID.3 に乗り込む際に車両に近づくと車がウィンクしてくれるようにライトが軽く点滅したり、ドア付近の足元をライトで明るく照らしてくれます。こちらに関しては遊び心という感じですが、車への愛着を高めてくれそうではあります。エクステリアに関してはこちらのホイールが印象的で、間違いなく電気自動車において重要な空力性能を最大限発揮するための形であると想像できます。インテリアに関しては特筆すべきところは特にないのですが、アクセルやブレーキペダルが動画や音楽の再生と停止ボタンのようなデザインになっていて、こちらも開発者の遊び心が現れているように感じますし、個人的には非常に愛くるしく感じることができました。今回は欧州で間もなく発売されるフォルクスワーゲン初となる注目の電気自動車である ID.3 について、主に電気自動車としての質を競合車種と比較しながら説明していきました。電気自動車としての完成度は非常に高く、今後の充電インフラの整備計画についても非常に大胆に行われるので、フォルクスワーゲンが電気自動車に対してどれほど本気でコミットしているのかを垣間見ることができたと思います。そしてソフトウェアアップデートによって今までより長期で乗り続けることが可能となり、それもあってか愛情を感じさせてくれるような特徴も持ち合わせていて、大変注目すべき車であると感じることができました。
日本の発売が近づいたらぜひとも試乗してみたいと思います。チャンネル登録や高評価の方どうぞよろしくお願いします。今回は以上です。